私、なんで家に。お姉ちゃん。ラフィー、無事だったんだね。ごめん、僕のせいだ。違うよ。あんたがいてくれるから、私は。前の割れちゃったでしょ。お姉ちゃんの髪、綺麗だから、ちゃんとしないともったいないよ。僕が作るよ。お姉ちゃんが幸せになれる世界を。火の夜、なんで、全部、夢？なんかじゃない！あの子はどこ？一体何が起こってるの？怖がってる場合じゃない。ラフィーを見つけるんだ。
なきゃ。ベルベット。よかった。兄さんが守ってくれたんだね。これも立つべき感情か。お姉ちゃん、逃げて！兄さん！かつてこの場所で地獄の蓋が開いた。そして今夜、旧姓の力が復活する。ライフテッドの命を生贄にして。何を言ってるの？話しなさい。それは世界への捧げ物だ。なんで？もう絶対に助からない。嘘だ嘘だ嘘だ。やはりお前は感情に従うのだな。左手でゴーマを食らうゴーマ。
フーマか。ハーサにゴーマ病が広がったのだ。だが、案ずるな。この痛みは私が。タイマシアルトリウスコールブランドが止める。鳥がなぜ飛ぶか、これが俺の答えなんだよ、ベルベット。アーサー、許さなくていい。全ては私の罪だ。アルトリウス。こうして私の世界は終わった。あれから3年、落とされた闇の底で私は喰らい続けた。ゴーマの血と肉を生きるために、生きてあの男、弟の仇を殺すために。あの男はどこにいる？まずは試さねばなりません。教える価値があるかどうかを。はっ！
全力を出さない。合格ですね。それがわかるなら。あの男の精霊がこの程度のはずないでしょう。もうあの方の精霊ではありません。うん、まずこの3年間に起こったことからお話ししましょう。今世界には多数の大魔師が存在し、組織だってゴーマに対抗を。いえ、アルトリウスはどこだ。ミッドガンド領にある王都ローグレスにいらっしゃいます。知らなくてよいのですか。あの夜見たものが何なのか。あの夜、あの方がなされた儀式を境に世界は変わりました。多数の精霊が降臨し、それを従えた大魔師たちがゴーマの反乱を食い止めたのです。今や大魔師の組織聖霊を率いるあの方は、王国からも民衆からも絶大な信頼を得ています。人を守る盾にしてゴーマを狩る剣、救世主アルトリウス・コールブランドとして。ライフィセットを犠牲にして得た力でしょう。ですがまだ完全ではありません。今なら殺すことができます。なぜあんたが。理由は無事に脱獄できたらお話しします。
脱獄か。いいわ。誰が何を考えようが、私はアルトリウスを殺す。それだけよ。くびきは断ち切りました。急ぎましょう。まずは装備を。この先の部屋に武器がありました。騒がれてはいません。当然ね。この部屋で装備を整えましょう。囚人から没収した品が保管してあるようですね。ロープか。これは使える。すごい刀。その太刀はゴーラン。なぜこんなところに。私には大きすぎる。いいのですか。ゴーランは希代の名刀ですが、どんなにすごくても使いこなせなきゃ意味がない。よし、準備はよろしいですか。何をしている。気をつけて。ただの兵士ではありません。二刀対魔神。これは。はっ。やめろ。慣れたものね。言ったはずです。私はもうあの方の精霊ではないと。船の用意は。ここが島だとご存知だったのですね。ええ、凶悪犯を集めた監獄島ってことも、ゴーマが大勢収監されてることも、餌が命乞いしながら教えてくれたわ。港は島の表と裏に一つずつ。私の船は島の裏手につけてあります。了解。裏の港ね。Bye.
あれは特殊な霊力の塊、ある精霊一族の魂のようなものです。3年前の降臨の日以来世界中に出現しました。降臨の日、これもあの夜の余波なのか。集めておけばその精霊一族の協力を得られるかもしれません。信じろって？強制するつもりはありません。どうするかはあなたが決めてください。とりあえず拾っておくわ。使えるものは何でも利用する。はい、そうでなければあの方は殺せないでしょう。警備が来ます。数は2人。こっち。聞いたか、島の外周道が立ち入り禁止になった。地盤が緩んで崩落の危険があるらしい。監視塔の下を通る道か。もともと感動だし問題はあるまい。港をつなぐ近道だったんだろうな。港をつなぐ外周道、監視塔の下。警備兵が数名所在不明になった。何者かが島に入り込んだらしい。全大麻所は2隊に分かれ、表門と裏門に集合せよ。了解。これで袋のネズミですね。油断はするな。賊がネズミとは限らん。はっ。さすがに手強いですね。ならこっちも戦力を揃える。牢獄はどこ？この階にあるはずですが、囚人たちを巻き込むのですか？そうよ。利用できるものは利用する。なんだ貴様らは。やれやれ。今から檻を開ける。全員でこの島を出る。マジかよ。二手に分かれて表門と裏門へ向かえ。門を突破すれば船が手に入る。でも大魔師が守ってるんだろ。ここから生きて出られたのはバンアイフリードって海賊だけなんだぜ。奴だって
メルキオルとかいうジジイ大魔師が連れ出したんだ。自力で出たわけじゃねえ。海賊アイフリード、メルキオル。強制はしない。この檻の中で生きたい奴は残ればいい。俺はやるぜ。どんな目が出ようが。やってやる。今よ、帰って家族に会うんだ。俺もだ。おう、開けろ。お姉ちゃん、悪党にはちょうどいい場所だ。まずい餌には飽きたしな。シアリーズ、行くぜ。タイマシを殺せ。他の牢も開けろ。これで警備の目はあいつらに集まる。こっちは監視塔を探すわよ。塔から外周道に降りて港に抜ける。共に戦うのではないのですね。言ったでしょ、利用するって。あんたは逃げないの？タイマシたちを甘く見るな。みんな犬死に、いや、ご無事にだ。ここを管理してる清涼とやらはそんなにすごいって？すごいどころじゃねえ。タイマシたちの清涼は今やミッドガンド王国と一体になって世界を牛耳る組織。ゴーマになっちまった人間は容赦なく狩られる。逆らうのは世界を敵に回すのと同じことだぜ。ここに捕まったのは運が良かった方さ。化け物になっちまったが命はあるんだからな。私の餌になるまではね。情報提供どうも。万一ここを脱出できてもシャバには強力な精霊を従えたタイマシが何千人も待ってる。助かる道なんて絶対にないぞ。そんな道なんて求めてないわ。アルトリウスを殺せればそれでいい。
び物しかえん。なんじゃの主らは、すやっとアンミンストルわしを起こしよってからに。まさに極楽から地獄と思ったらマジ牢獄じゃし。この切なさ、わかるじゃろ？あなたは。よう聞いた！自分で言うのも嬉しいが、わしこそは発光視界を股にかけ、ドラゴンも笑う大魔法使い！その名も、マジギギカミルディンドディンノルルンドゥ、略してマギルーと覚えおけ。マギル？違う！隣の客はよくかき食う客だの、かき食うのアクセントでマギルーじゃ。各力説しても分かり合えぬ人とは悲しいものじゃって。まあどうでもいいかの。
新手か。この者は、ゴーマ。来る。そこへ呪い。そこへ呪い。どうやら人間じゃないようだな。あんたもね。違いない。呪い、呪い。これ式で刃こぼれするか。大魔師のナイフも生くれだな。早くゴーランを取り返さないと。ゴーラン、あのたちのことか。ゴーランを見たのか。どこで。頼む、教えてくれ。地下の倉庫みたいな部屋。地下だな、かたじけない。変なゴーマ。騒ぎが収まったら隙はなくなる。急ぐわよ。今のうちに監視塔を探すわよ。炎よ罠もこい。呪い効果で、そこへ呪い。効果で、そこへ呪い。効果で、そこへ呪い。そこへ呪い。そこへ呪い。効果で、そこへ。済みましたね。急ぎましょう。まずは脱出の先か。監視塔はこの先のはずです。